ベスレヘムスチール。ベスレヘムスチールはアメリカ合衆国の成功会社。ペンシルベニア州ベスレヘムに所在した。かつては US スチールに次ぐ規模を持っていたが、2001年に破綻、分割され、2003年にインターナショナルスチールグループに売却された。2005年にイスグはミッタルスチールと合併した。その創業期間中、 ベスレヘムスチールは世界で最大の造船会社のうちの一つでアメリカの工業生産における最も強力なシンボルの一つであった。ベスレヘムスチールの終焉はアメリカ経済が低賃金外国人労働者の流入により工業生産が立ち行かなくなった最も顕著な例としてしばしば取り上げられる。ビリー・ジョエルの曲の一つアレンタウンで その天末をテーマにした内容で歌われていることでも有名。1857年4月8日、ペンシルベニア州サウスベスレヘムでサウコナ製鉄所がオーガスタスボルによって創業された。1859年社名をベトレヘムローリングミルアイアンカンパニーに改名した。1860年7月15日、アルフレッド・ハントが 会で社長に任された。1861年5月1日社名をベスレヘム製鉄所に改名した。会社は創業初期にアメリカ海軍向けの鉄道レールや走行板を生産した。1899年社名をベスレヘムスチール会社に改名した。1904年オンライン証券取引でよく知られるチャールズ・シュワブ証券創業者のチャールズ・エム・シュワブと ウォートンスクール創設者であるジョセフ・ウォートンがベスレヘムスチールを創始、シュワブが初代社長及び重役会議長に就任した。1900年代初頭級場での鉱山業及び国内での造船業に進出した。1913年マサチューセッツ州クイーンシーのホアリバー造船所を買収し、世界でも主要な造船業者の一つとなった。 1916年ユージン・グレースが社長に就任する。1945年には会長となり1957年まで同社を率いた。グレースは1920年代に多くの製鉄所を設立し、ベスレヘムスチールは全国各地の著名な建造に使用される鉱材を生産した。同社の鉱材はニューヨークのロックフェラーセンター、マディソンスクエアガーデン、 サンフランシスコのゴールデンゲートブリッジなど多数に使用された。ベスレヘムスチールは革命的な新型圧縁機を導入し、アメリカで初のフランジの広い構造材を生産し、アメリカ工業界で特筆すべき発展を成し遂げた。これらの構造材は超高層ビル時代の到来を告げ、ベスレヘムスチールを建設産業界への主要な鉱材供給源として確立させた。 第一次世界大戦及び第二次世界大戦中にベスレヘムスチールはアメリカ軍向けに装甲板及び砲製品を供給した。軍の艦艇の大半はベスレヘムスチール製の装甲板及び銃砲を装備した。第二次世界大戦中に同社の15の造船所は18万名を雇用し合計1121隻の艦艇を生産した。 会社全体の従業員は30万名であった。戦後は、防衛産業、発電所及び鋼材製造業者に対して、単造製品、建設業界に対して、主従様々な構造材を供給した。ベスレヘムスチールの絶頂期は1950年代に到来した。同社は1年あたり、約2、300万トンを製造し、 1962年から1964年にかけてインディアナ州バーンズハーバーに最大の製鉄所を建設した。社長のアーサー・ビー・ホーマーは1958年のアメリカ合衆国において最も高級の事業経営者であった。ベスレヘム・スチールはペンシルベニア州ジョンズタウンのミッドベール・スチールオーディナンス社を買収し、 1923年から1991年まで世界でも有数の鉄道貨車生産者であった。主要な鉄工業者であったにもかかわらず、ベスレヘムスチールの貨車部門は鉄道貨車の製造でアルミニウムの使用を開拓した。ジョンズタウン工場は1991年に自社株購入でジョンズタウン、アメリカインダストリーズ社として独立した。ジョンズタウンはアメリカは イリノイ州ダンビルの工場を買収、拡張し、社名をフライトカーアメリカコーポレーションとしてナスダックに上場した。フライトカーアメリカは現在も上場する唯一のアメリカ人が所有する旧ベスレヘムスチール関連会社である。フライトカーアメリカはバージニア州の生産施設を買収し、ジョンズタウンから撤退しようとしている。 この動きは会社を現在まで育て上げた地域及び、従業員への感謝よりも、コストの低減が、企業にとって必要であり、それが動機であると考えられる。アメリカの製鉄業は、第二次世界大戦前から、大戦終結までの間に、大いに繁栄したが、ライバルであった日本とドイツの製鉄業は、連合軍の爆撃による破壊などによって、壊滅状態となった。 戦後それらの再建は新型製鉄所での連続鋳造のようなより現代的な技術で行われ戦前から強力な工業力を持っていた国の復興に貢献したアメリカの製鉄業が重要な国際競争なしに創業することができた1930年代後半から1950年代後半までの約20年間で工場労働者の給与は上昇し 新技術への利益投資は怠られた。この事実は1980年代に製品の価格格差として影響を及ぼすこととなる。さらにより安価な外国製工材は大韓民国やブラジル、インドなどの新興国の工業化が進んだ1980年代に輸入され始めた。これはベズレヘムスチールの市場占有率に否定的な影響を与える。 1982年には15億 US ドルの赤字を計上し、その製鉄所の多くを閉鎖しなければならなくなった。収益率は1988年に一時的に好転したが、1980年代から1990年代にかけて閉鎖とリストラは続けらだ。1980年代中頃に構造材製品の市場は縮小し始めた。 一方で市場には新たな競争が現れた。軽量で低層な建設スタイルは低層建造物の増加につながり、ベスレヘムスチールが生産するような巨大重量のある構造材の需要は減少した。その結果、1991年には再工業、ベスエナジーから撤退。1995年には製鉄所での成功を中止することとなった。 ベスレヘムでの140年に及ぶ鉄鋼生産は終了した。ベスレヘムスチールは企業の中心活動である製工業を維持するため、1993年には鉄道化社生産、1997年に造船から撤退している。ジェームズ・ C ・コリンズはその著書、グッド・ツー・グレートの中で、ベスレヘムの長期長落をニューコアの急速な上昇と比較している。 コリンズは調査チームが集めたデータに基づき安価な輸入製品がベスレヘムの衰退のただ一つの理由ではなかったと結論を下した。技術の刷新や労使関係改善の失敗が会社の終焉に大きく影響した。皮肉にも安価な輸入製品はアメリカ製鉄業全体の問題である。最近ニューコアの CEO は輸入製品によって引き起こされた問題に関して 上院で証言を行った。ベスレヘムでの創業停止とリーハイ、バリー地域への影響で、ベスレヘムスチールは、ベスレヘム南側の再生支援を決定し、会社資産再利用のため外部コンサルタントと契約を結ぶ。再生計画は所有する163エーカーの土地を、ベスレヘムワークスと改名し、文化、レクリエーション、教育、 娯楽のための施設に利用するというものであった。国立産業博物館はスミソニアン協会と協力して建設され、ベスレヘムコマースセンターは1600エーカーの主要な工業跡地からなり、火事の娯楽施設の複合体及び巨大な小売店舗と共に建設が計画されている。2001年にベスレヘムスチールは破産を申し立てた。 二年後の2003年に6つの巨大製鉄所を含む会社の資産はインターナショナルスチールグループによって買収された。その資産は2007年にサンズベスワークスに売却され、以前建っていた巨大な製鉄工場は取り壊された。その跡地は2009年5月22日にペンシルベニア州最大のカジノリゾートとしてオープンした。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。